カミカミやったな。オリオリウクレレアーティストの田中慎之介です。本日は3月の12日、私の旅立ちライブでございます。またこちら奈良バスターミナルのレクチャーホールでやります。楽しみ。グッデイのゲストの方々でございまして、パーカッションの池田彩子さんでございます。はい、ギターの、中島康之くんでございます。リハーサルしたんですけども、リハーサルのとこからもうめっちゃ泣きそうになって、やばかったです。マジでマジでやばかったよ。本当になんかすごいね、いいタイミングでこうパーカッションが鳴ったりとかギターがこう盛り上げてくれるんですよ、後ろで。そしたらうわーってなってよ、まだ運取り返りそう。池田さんは僕がもう本当に大好きなパーカッショニストの方で、やっすんは私がですね、大学の時に卒業公演で一緒だったんですけど もうその時からすごいね、僕ねめっちゃ好きなんです。まあいろいろとあって、大丈夫、もうなんか6、7年ぐらい経ったんですけども、まあいろいろあったんですよね。という感じの、こうリハ終わりでございました。ということで、本番よろしくお願いします。いよいよ本番です。ドキドキ。皆様、第一部が今終わったところでございまして、今から第二部が始まります。本当に今からどうなるか分かんないんですけども、もうこれで終わりかと思ってめっちゃこうしんみりしていて、そしてすごくドキドキしている次第です。めっちゃなんかドキドキしてる顔してるよね。では頑張っていきたいと思います。皆様、お料理ウクレレアーティストの田中慎之介です。本当に幸せな一日でした。タイトル通りグッデイでしたね。コンサートをもうやる前からね、すごいこれは楽しくなるなって思ってて、で前日のリハーサルもうそこからねすごいねフィーリングがあって、でもめちゃくちゃいい音楽に仕上がるなっていうのはもう確信してたんですよ。一部はね、オーシャンゼリーゼから始まってずっとやってたんですけども、もうずっと喋るからお客様もたくさんね笑ってくださったりとか、すごい幸せな一部やなと思ってめちゃくちゃ良かったんですよね。で一部が終わりまして二部に入りまして、
なんかね、やっぱね、だんだんと終わるにつれて、込み上げてくる気持ちっていうのがすごい抑えれなくて、最後、お互い様っていう自分の曲だったんですけども、その続きになったらね、もう、これはあかんなって思ってたんですよ。でもやっぱりさよならってグッデーっていうなんか幸せな感じで終わりたかったんですよね、僕のイメージの中でね。コンサートとして最後のお互い様が終わって、でお辞儀して、で、アンコールいただきました。アンコールはね、私の大好きな楽曲さよならからっていう曲があって、その曲を演奏した途端に歌詞がねめちゃくちゃいい歌詞なんですよ。そこでね、自分の過去とすごい照らし合わせちゃって、その私がこうフリーランスでウクレレアーティストとして活動していくってなった時に、まあそこから旅立つことはとても勇気がいるよっていうのがね、この僕が会社員からこう旅立つっていうことですごく勇気がいたんです。世間ってやっぱり会社員っていうとこからフリーランスになるって相当のプレッシャーっていうのがあると思うんですけど、もう僕もそうだったんですよね。で、辞めた後に、まあどうしたらいいのかなっていうのをずっとずっと考えて今までやってきたんやけども、まあいらぬ方からね、こうたくさん言葉いただいたりとかするんですけどもね、それがこう波風立てられること、嫌う人ばかりでって言うんですけど、僕はね、本当に嫌やったけども、でもこれも重要なことだとずっと思ってたんですよ。波風で立てられてたなって思ったんですよね。最初のライブがね、二人しかいなかったんですよ、お客さんがね。二人しかお客さんがいなかった時に、あ、でもこれでも、これがスタートなんやなって思って、こっから僕は頑張っていくんだなっていうのあったんですよ。で、その二人のところのカフェでね、本当はウクレレのレッスンを、ウクレレ教室をする予定やったんですけども、急遽カフェがなくなってしまって、ウクレレ教室やりますってなったのになくなってしまったんですよね。最初の出発点がずっこけたっていう感じだったんですけども、皆さんに助けられて、で少しずつ少しずつウクレレを広めていきたいっていう気持ちでやってたんですよね。で、最初のお客さんが2人で、今この3月12日のコンサートに来てくださったお客様っていうのがたくさんいらっしゃった。まあ数ではないんやけども、ならバスターミナルのレクチャーホールを借りて、でゲストの方もつけて、で音響の方もつけて、ここで一人でこうやって演奏しているっていうこと、もう全てが全てこう今のこのさよならカラーの中にね、こううわーって出てきたんですよね。もうそれでもうすごい感情的になって歌えなかったんですよね、もう泣きすぎてあかんわと思って、もうこの曲良すぎみたいなで、こう皆さんが応援してくれるんですよ、拍手したりとか、頑張れとか、もうなんかそれで、その幸せっていうのを噛み締めているんですよね。ここの場で、できているっていうところが、すごい嬉しかったですね。もうまだ泣きそうな感じや、ほんま。3月12日のこのコンサートを通して、なんか自分の成長っていうのがどこまでできたのかっていうのも分かったし、グッドテーマでね、こうたくさん培ってきたこの縁、ご縁っていうのをまたつなげていってグッデーボリューム2みたいな、感じでこうまたこう自分のワンマンライブとしてつなげていけれたらなって思うんですよね。その成長ってどれぐらいしたんだろうなっていう、そういうのをこう噛み締めていけたらなと思います。私は田中慎之介第一幕はね、ラストライブで終わってしまったんですよね。で、そっからまた第二幕が始まって、カナダ、バンクーバー留学っていう大きなチャレンジに挑戦するんですけども、その中でもなんか自分が言いたいことをこうひたすらやろうかなと思っております。それをまた YouTube でね、皆さんを通して、やっていきたいなって思っているので、またまたこれからもよろしくお願いします。最後にね、ラストライブにお越しくださった皆様、本当にありがとうございます。たくさんのお土産もありがとうございます。お手紙もいただいて、すごいすごい嬉しかったです。お花もね、いただきました。ということで、次回の動画でまたお会いいたしましょう。田中慎之介がちょっと面白いなって方だったりとか、ちょっと応援してみようかなみたいな方は、ぜひチャンネル登録と高評価のボタンをお願いいたします。それでは、また次回、オリオリー。
ああもう正解